今回はですね、緊急的に動画を作っております。その理由は、前回6弦ベースを買うという動画を作ったんです。アリエクスプレスという中国の通販サイトを使って、フォデラにそっくりな6弦ベースを買うっていう動画を作ったのですが、で、購入して数日待っていたら、ケビン・シー・ギターズさんからメッセージが届きました。そのメッセージというのが、こちらです。このメープル指板のベースが今在庫がないからローズ指板のものでもいいですか、指板以外は全く一緒ですっていう趣旨のメールが来たんです。でそのローズ指板というのが写真が送られてきてるんですよね。もうちょっとメッセージではやり取りに不備があったので、直接 E メールの方でこうやって送ってきてくれたんです。その時もこうチャット形式って言ったらいいんですかね、メッセージはやり取りをこうやって、向こうも急いでたんでしょうね、こう、あ、しまったとかいう感じで、私もこうやってメッセージをやり取りしてやっていたんですよね。結構丁寧にやってくれました。翻訳サイトとかを使ってちゃんと意味を理解していますとかいうのもちゃんと伝えて、でやっぱり今回そのベースはフォデラと、自分の持っているフォデラと比較するっていう企画もあったので、ちょっと一概にメープルシバーにするかローズウッドシバーにするかっていうのを簡単に決められなかったんですよね。それでツイッターの方に緊急アンケートっていうのを流したり、まああと一緒にやっているバンドのメンバーに、いやどっちが、見た目です、音は気にしてないです、見た目どっちがかっこいいかとか、あとまあ知り合い友達、あと他にも SNS やってますので、そちらの方にも聞いてみたりとかした結果、ローズウッドシバンの方がかっこいいっていうアンケートの答えが来ました。比率的にはそうですね、3対2ぐらいの比率でローズウッドの方がかっこいいっていう意見をもらいました。でもちろんこのメープルシバンの方も綺麗とか、自分が持ってないのを知ってる人なんかは持ってないからいいんじゃないのとか、そういう意見もありました。でローズウッドを選んだ人っていうのは、ローズウッドの方が高級そう、あとローズウッドの方が頑丈そうっていう、そういう意見もありました。でもちろんこれはコピー商品、中国のコピー商品だから、これ自体を購入する方がやめた方がいいっていう丁寧な意見もいただきました。ありがとうございます。そうやって意見言っていただけるのは大変嬉しいことです。もちろん今回このベースはもちろんコピー商品、安物のコピー商品だということは分かって私も購入しますので、大丈夫です、心配ないです。でもちろん音っていうのも、まあ、ぶっちゃけた話そんなに期待をしていないんです。前回私ケビン・シー・ギターズ、ケン・スミスのそっくりなやつを買ってますので、そちらの方でこんな感じかなっていうイメージは私はもう全然持ってますので、決してこれが失敗する買い物だというまでは言いませんけど、こう実験的なお買い物だということはもちろん私は重々承知してますので、いろいろご貴重な意見いただきましてありがとうございます。まあそんな感じでこうやって緊急的に動画を作りましたが、今回はそのこのローズウッドの方を購入しようと思います。向こうも急いでたんでしょうね、やっぱ写真がピンボケてるんですよね。これですね、これ見るとわかるんですけど、写真がピンボケてるあたり、こう向こうも緊急性を感じて私に送ってきてくれたんでしょうね。とてもまあ丁寧なやり取りだと思ってます。だから、まあ、決してメープルシバンが買えなくてがっかりとか、そういうふうなマイナスな気持ちはないです。向こうの誠意のあるやり取りに私は全然感謝してます。まあそんな感じで、今からメッセージでローズウッドの方を買いますというふうなメッセージを送る予定です。で今回こういう緊急な小さい内容の動画でしたが、ローズウッドは在庫があるというので、多分すぐって言ってももちろん空輸して1週間2週間かかるんですが届くと思いますので、その時はまた届きましたという動画をこうやって開封するところから動画を作ろうと思いますので、また動画ご期待よろしくお願いいたします。失礼します。